は長岡ホテルロメオ420、長岡ホテルロメオ420、長岡 HR420 ポータブル2岐阜県不破郡移動受信します。どうぞ。各局ありがとうございます。各局ありがとうございます。QRZ 北海道ステーション、QRZ 北海道ステーション、再度コールください。どうぞ。はい、ありがとうございました。73、重なって言われた方いらっしゃったと思います。こちらは長岡 HR420 ポータブル2受信します。了解です。大分 DW351、 こちら。はい、了解です。札幌 CR57、 こちらは長岡 HR420 ポータブルってオールソー。来た、来た。はい、福岡 TO723、 こちらは長岡 HR420 ポータブルってオールソー53、オールソー5353、オールソー5353、どうぞ。はい、熊本了解です。熊本了解です。ありがとうございました。お疲れ様です。73、ありがとうございました。はい、ということで今日はたくさん聞こえてきましたね。昼間はねあまり運用できなかったんで、イブニングタイムに今1時間半ぐらいね運用したんですけど、もう北海道とか九州とかね、入れ替わり立ち替わり、いや本当本格的にいつもシーズンに入ってきたっていうね、感じがしますね。これからまだ5月6月7月とね、一歩ガンガン上がる時期が続くんでね、休みの日が忙しいね。ほんとね、インスポシーズンでそんな長くなくってね、今ほんと市民ラジオが一番楽しい時期になりますんで、普段市民ラジオあんま運用してないなって方もぜひ、コンディションアップに合わせて、運用してみてください。AM でね、電離送反射で、まあ、フリランの中でも他のバンドでは楽しめないね、面白さが味わえると思います。各局更新ありがとうございました。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。桃チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またポモチャンネルでお会いしましょう。セキュー11メーター、こちらは長岡ホテルロムエ420、長岡 HR420 ポータブル2岐阜県不破郡移動受信します。ハロー、セキュー11メーターバンド、こちらは長岡ホテルロムエ420、長岡 HR420 ポータブル2岐阜県不破郡移動受信します。どうぞ。水球11メーターバンド、こちらは長岡ホテルロメエ420、長岡 HR420 ポータブル2岐阜県不破郡移動受信します。どうぞ。